おはようございます、黒三つ葉です。ということで今日はですね、悲しみのガチャ動画から二ユキチを、まあ、ちょっと突っ込んだ結果ですね、ノンアルファが2体出たので早速動画の方を撮ってきました。まあ、あの引くか悩んでる人は、まあ、とりあえず引きに行った方がいいと思います。なんか確かに出る確率がね、若干あの他の属性ガチャじゃないわ、イベントガチャに比べると低いんですけど、まあこの動画ね、今結構ダイジェスト的な感じで見てもらってるんですけど、まあめちゃくちゃ強いと、本当に今年出たキャラの中でもトップクラスに強いキャラなので、でなおかつ超獣とか激獣のキャラと違って次いつ手に入るかわからないんですよね。だからまああの全然引いといても後悔しないと思います。仮に出なかったとしても後悔しないと思うので、まああのあるだけのオーブは回していいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、早速ね今ニルバーナの方やってったんですけど、今回は4つ3つぐらいあの超絶のクエストをやってる映像を流していきます。はい、で続きましてイザナミですね。まああのモンストの本当になんだろう、初期超絶、一番最初に来た超絶のクエストで、まあ皆さんもね一度はプレイしたことあるんじゃないかなと思うクエストなんですけど、まあね強い、弱いわけがなかったですね。なんか、まあ、ノンノアルファのいいところってまずアビリティ対応が3つある、重力バリア、あとブロックダメよっていう、その3つがあることと、あとね普通に殴りが強いんですよ。友情はねもうあの映像見てもらったら分かる通りめちゃくちゃ強いんですけど、殴りもあの攻撃力ねゲージ込みで3万超えて、あとはスピードも380ぐらいあるのでめちゃくちゃいい。はい、まあねこんな感じでシールドとかね敵がいっぱいあるとこだとボスもねガンガン削れていきますね。まあ、ボスと1対1になった時の過激というか火力はちょっとね、まあ残念な部分もあるんですけど、まあボスと単体だけで戦うって場所が少ないんでね、そう考えると全然申し分ないなと思います。まあこんな感じにね、つくよみも本来であればね毎回直殴り倍率のかかってる雑魚を殴りながらボスも削らないといけないっていう感じなんですけど、ノンノアルファの場合はまあノンノアルファ、まあ全然身も何もつけてなくていい状態で触れるだけでね雑魚が勝手に落ちてくれるので、まあモンスト始めたばっかの方とかまだつくよみ作ってないよって方はぜひねこのノンノアルファを使って周回していただきたいですね。お母さんとや降臨キャラでも全然強いと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあオーブを貯めてね迷ってる状態だったら自分は引いた方がいいと思います。別にねノンノアルファだけじゃなくてテキーラアルファとかサタンアルファもね、すごく強いキャラなので、まあ全然引きに行っていいと思います。まあ、特に初心者の方とかはねつくよみとかイザナミとか、最初ら辺に運極手に入っとくと後々ゲーム進める上ですごい有利なので、このノンノアルファね1体取って、まあ、モンストの日とかにねランク70までいったら追憶の書庫でつくよみプレイできますので、お友達だったりとか近くの人とやってみてはいかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などぜひぜひよろしくお願いします。